動画の前に皆さんに一つお知らせがあります。10月に開催されるすする初のラーメンフェス、すするラーメンフェス富山サポーテッドバイサントリー体を思うオールフリー、こちらに出店してくださる10店舗がついに決定しました。いやー、私すするが悩みに悩んで厳選した10店舗はこちらになります。麺匠上田、俺の生きる道、札幌ラーメン寄付、ラーメンスタイルジャンクストーリー、本家第一朝日、中華そば高野、ラーメン高野目、博多ラーメンデブちゃん、東京スタイル味噌ラーメンドミソ、特急とびそばリュウスケ、以上10店舗がすするラーメンフェスを一緒に盛り上げてくださいます。すする初のラーメンフェスということで、皆さんの期待に添えるような最高のラーメンを提供していきたいと思っておりますので、ぜひぜひ富山城址公園に遊びに来てください。ちなみに先行チケットはローチケさんにて販売されておりますので、詳しくは概要欄からご覧いただけると幸いです。10月7日から9日まで富山でラーメンとともに皆さんをお待ちしております。よろしくお願いね。すする TV、 ずるずるどうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、家系ラーメン界でもトップクラスの濃度を誇っていた木戸屋さんが支店を展開されましたということで、こちらです。ドン、 JR 水道橋駅からすぐのところにあります木戸屋水道橋駅前店さんにお邪魔してます。こちら木戸屋さんは西武新宿線の野方駅の近くにあります、東京屈指の濃厚家系ラーメン店で、すする TV でもね過去に何度か訪問させていただいておりまして、っていうのもね、私すする5年ほど前までこの野方駅の近くに事務所を構えておりまして、西武新宿線沿いはね、そんなこともあって結構ゆかりのある路線なんですよね。そんな木戸屋さんがなんとにもうほんと都心も都心ですよ、もう千代田区の水道橋の駅前に支店を展開されたということで、都心部の駅前ってほんとにお店でスープを炊いてる家系ラーメンのお店少ないんですけど、そんな駅前家系の概念を打ち崩してくれる一杯、早速すすりに行きましょう。レッツゴー。こんにちは、本日はですね水道橋駅西口の方からお送りしてるんですけど、本日のお店ね、木戸屋さん野方にある家系ラーメンのお店で、マッスル TV でも何度か紹介させてもらってるんですけど、水道橋に、ね、支店ができたということで、めちゃくちゃ駅から近いんですよ。どんぐらい近いかっていうと、はい、もう到着しました。マジで徒歩1秒ですよこれ、本当。水道橋駅西口から徒歩1秒。というわけで本日は木戸屋さんでがっつり家系ラーメンすすっていきます。レッツゴー。さあ木戸屋水道橋駅前店さん、ショーケースです。今回は木戸屋特製ラーメンとおかわり自由の白米、そして喉が渇いたので黒ウーロン茶もブーチしました。わかりやすくメニューの写真もあったり、券売機の上には特製麺の麺箱も置いてあります。ちなみに学生ラーメンはライス無料、最高ですね。厨房に入らせてもらうと、でっかい寸胴で木戸屋スープを炊き上げており、店長さんを筆頭に強めなスタッフさんたちがラーメンを作り上げていく。燻製チャーシューも吊るし焼き器で焼かれており、期待値もどんどん高まっていて腹も減った。もうお昼時はねとっくに過ぎた時間なんですけど、めっちゃ混んでます。もうカウンターパンパン満席です。もうこの辺大学とかも結構あるんで、学生さんは結構ね多い感じしますね。やっぱライス100円で食べ放題っていうところがね、もう学生の胃袋をギュッと掴んでいそうな気がします。すいません、お願いします。全部普通で大丈夫です。はい、お願いします。今回は黒です。すいません。お湯もすごい。こちらが木戸屋水道橋駅前店さんの木戸屋特製ラーメンと白米です。ドヒャーン。特製ラーメンなだけあって、トッピングがどっさりなボリューミーなビジュアルで、燻製チャーシューと九条ネギで麺が全く見えない。こりゃ存分に米も進みそうで、好きあらばおかわりしてやるぞと企みながらいただきます。まずはスープから。それではまずスープから。ひょいん。表面に鶏油がしっかり張っている温度低めなまろやかな味わいで、立ち上がりは木戸屋にしては優しい味だなと思って数口飲んでいくと、鶏油の下に張った濃厚な豚骨醤油スープが徐々に顔を出し始め、ギリッと強めに効いた醤油だれと豚骨のどっしりとした旨味を感じられる。これには思わずライスにも手が伸び、フットボールアワーのテルも突っ込まざるを得ないでしょう。さてお次はペラリとチャーシューをめくり、麺をリフトアップ。よっしゃ、スープ、スープ、めっちゃスープ染みてうまいな。太めで短めなこの麺は木戸屋特製の麺となっており、スープ染みつつしっかりまとい、もちもちな食感で力強い味わい。麺をすすることによってスープの豚感と醤油感がより強く伝わってくるのもないせ、相性の良さを物語っています。ネギのシャキシャキ食感がいい。さあこん
度は厨房で吊るし焼かれていた燻製チャーシュー。弾力強めでガシッと噛むたびに肉の旨味と燻製の香りが溢れるタイプで、米とも合うしボリューム感もバッチリ。なかなかに胃袋のキャパシティを埋めてくれるもので、これはちょっとおかわりは危ういかもしれません。というわけで、スープに浸したほうれん草をパクッと食らって、そうしている間にだんだんとスープの旨味は強まっていくばかり。食べ進めていく過程でグラデーションを楽しめるラーメンは好きで、青函飛行のようにキラッと輝きながらもガンガン食べ進めていきます。さて、そろそろこの辺りで海苔の磯缶に登場してもらいましょう。スープに浸して米に巻いて食らってみると、海苔自体の風味が良く、こりゃスープと海苔だけで米がおかわりできちゃうぞ。木戸屋さんといえばの九条ネギトッピングもシャキシャキとした食感と清涼感のある刺激が濃厚スープにアクセントとして働き、これだけトッピングが有能だと特製に違いがあります。本当にあるあるなんですけど、僕が来た時はめちゃくちゃお客さんいたのに、僕が食べ始めてからお客さん誰もいなくなるっていうね、これ俺マジ薬病神なんじゃないか本当に結構あるんですよこういうこと。なんか申し訳ない気持ちになるね。そんな悲しい気持ちを払拭すべく、豊富な卓上調味料に手を出していきましょう。ニンニク醤油漬けにマヨネーズをドバッとかけて、海苔で巻けば天下無双。これだけで成人男性の1日分のカロリーあるんじゃないかってぐらい。カロリーが高いからうまいのか、はたまたうまいからカロリーが高いのか、答えはすするの胃袋の中ですが、まるっと全部かき込みまくって食らいまくって、濃厚な味と時間を楽しんでいきましょう。てな感じで黒ウーロン茶でクールダウンしたらラストスパート。なかなかにトッピングがボリューミーなので結構お腹いっぱいになり、これはライスのおかわりができないペースだと判断。ならばこの一杯を全力で楽しもうと、海苔だなんだなんでも活用しまくり。家系不毛地帯の都心部、しかも駅前でしっかり店だけの家系ラーメンがすすれるのはありがたいぞと思っていると、本日も完食です。大変美味しくすすれました。じわじわと濃厚さが顔を出すグラデーションを楽しめる一杯、ナイスおかわり自由も助かるぞい。それではこそれ、はじめまして、水道橋店長のサモンです。ありがとうございます。井戸屋さん、もともと僕も野方に、あ、そうですね、 CLTV の事務所があったんで、あ、そうそうそう、よく行ってましたね。めっちゃ近かったです、ね、めっちゃ近かったです。だから僕もそうなんですけど、はい、編集班のみんながもうよく行ってたんで、あ、なるほど、はいはいはい、今僕らまたちょっと違う場所に事務所移ってたんです。あ、はいはい、水道橋店も駅からめちゃくちゃ近くてちょっとびっくりしました。まあまあそうですね、はい、うん、こっちもだってもう10秒とかですからね。マジでもう10秒レベルの近さです。そうそうそう、本当に今回気づいたんですけど、自家製麺だったんですよ。あ、そうそう、はい、ね、いつ頃からだったんですか。え、もうオープンからですね。だるま製麺さん、はいはいはい、あのなぎさん、なぎさんのところの、はい、あのだるま製麺さんで使ってて、うん、そう、うんうん、あの共同開発っていう形で、でいろいろサンプルも送ってもらいながら、はいはい、いろんな意見交換して、うん、今の麺にたどり着いたって感じです。あ、そうなんですね。超濃厚で、多分なかなかね、都内でも一番、うん、多分ぐらいしょっぱうまいっていう。そうですね、一口目をバシッと聞いたら醤油感すごかった。そうだから、はい、ちょっと目指してるんで、うんうん、まあ、ぜひこちらが興味ありましたら、はい、お待ちしてます。ぜひぜひ、ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。いやー、木戸屋水道橋店さん行ってきたんですけれども、あー、うまかったですね。大満足ですね。ライスおかわり無料だったんで、もう2杯ぐらい食ったろうと思ったんですけど、あの結構ね、やっぱあのチャーシューのボリュームとか、てか特製にしたらね、トッピングめちゃくちゃ増えるんで、結構ね、トッピングだけでもお腹いっぱい、もう大満足で、結局ライス1杯しか食べれませんでした。あの卓上にね、刻みのニンニク醤油漬けとかマヨネーズとかもいろんな調味料があったんで、結構アレンジしがいがある感じだったんですけど、まあまあお腹いっぱいになっちゃって、結局ライス1杯しか食べれませんでした。いやー、でもね、スープ、あの一口目飲んだ時の醤油のキレッキレな感じ、まあ、店主さんもおっしゃってましたけど、あの醤油感ガツンとくるのは、やっぱ東京のね、このなんていうんですか、いわゆるその水道橋この真ん中ら辺ではあんまり食べれないタイプの AK ラーメンかなと思ってて、まあ、そういった意味ではね、本当唯一無二かなと。水道橋駅のもう改札出てマジで10秒ぐらいでね、お店着いちゃうぐらい、本当に駅のすぐ近くにあるんで、駅の近くにね、これだけこう本格的な家系ラーメンのお店ができたっていうのは、いや、めちゃくちゃいいことですね、本当、うん、チャーシューとかも店内の特製の釜でしっかり焼いてて、燻製の風味がね、ガツンとついてて、めちゃくちゃ食べ応えのあるジューシーなチャーシューだったんで、いや、あれもね、ご飯と一緒に食べるとね、結構米が進む感じで美味しかったです。木戸屋といえばの豚骨のこの骨太感と、このバキッと強めに効いた醤油感、このなんか荒々しさがね、しっかりと水道橋でも再現されたような気がして、お客さんが絶えないっていうのは本当納得感、まあ、僕があの食べ始めてからね、マジでお客さん全然いなくなったし、なんなら俺が食べ終わった後から結構お客さん入り始めてましたけど、俺なんなん本当に、そんななんか薬用感みたいな感じになってるから、でも本当にこれなんかあるあるなんですよ、僕が
がお店入った瞬間からなんか急にスッとお客さんがいなくなる、まあ、逆のパターンもあるから、まあどっちとも言えないな結局な、うん、まあ、まあそんなことない。この東京の、ね、中心部で本格的な家系ラーメンすするお店ということで、気になった方はねぜひぜひライスも一緒に、まあ、特製だとね結構ボリュームあるんで、まあ、最初はもうノーマルのラーメンから行ってもいいかもしれないです。で徐々にこう自分が乗せたいトッピングを追加していくみたいな、そういう感じがいいかもしれないですね。いやー本当大満足でしたね。お腹いっぱいマジでごちそうした。それではするの公式キャッチフレーズ、軌道や水道橋駅前店さん、最強の駅前家系や駅前に来てくれたのめちゃくちゃ嬉しいですね。